三代目市川炎章9月29日から1947年5月10日は、明治、大正、昭和時代の歌舞伎役者。矢後は高島屋。本名は高橋道之助。東京新富町生まれ。初代市川佐団寺の次男。長男の二代目市川佐団寺の伊墓亭。1898年二代目市川ぼ丹として、 初舞台を踏み、1915年に三代目、市川炎章を襲名した。実刑二代目、市川佐段寺につき、脇役を務め、小山の義刑二代目、市川松津と共に、二代目、佐段寺の演劇革新運動を助けた。当たり役は、対抗期十段目の十次郎、キツマタの修理の助など。近年、書籍、インターネットなどで、 二代目、市川佐団治を、初代、市川佐団治の一人息子とし、三代目、市川炎章を、初代、佐団治の養子とする記録が多々散見されるが、高橋家の古籍言母によれば、これは、全くの誤尾である。市川牡丹の名跡は、明治の歌舞伎改良運動を九代目、市川團十郎、五代目、小野菊五郎らと共に進めた、初代、市川佐団治が、 九代目、團十郎の向上を記念して、長男、二代目、市川左団寺の初舞台の際に汚名として与えたのが始まりである。九代目團十郎を深く尊敬していた三代目、炎章は、配合を漢字の、ボタンとして、九代目團十郎に関わりのある、ボタンの名跡を修正愛していた。三代目市川炎章死去の百四十七年の秋、 東方歌舞伎などで舞台を踏んでいた長女の高橋、京子が三代目市川ボタンを襲名した。ありがとうございます。